デジタルドル、アメリカはやばいと。中国がね、先にデジタル人民元出しましたよね。彼らは当然アメリカに先駆けて彼らはデジタルドルを出すでしょう。そして近平はデジタル日本円も出すでしょう。で、今頃になってね、 FRB がやばいやばい、研究しようよみたいに言ってて、ちょっと出遅れてないって話になってるんですよ。もう私こんな話6年ぐらい前から言ってるんですけどもね。だから誰もやんないからもう自分で作りましたけども、まあちょっと読みましょう。デジタルドル出遅れ懸念。アメリカ連邦準備理事会 FRB がデジタルドルの実現を見据え、じわりと前進し始めたって。何年かかってんだよ、じわりと前進ってさ。遅すぎるでしょ。だってもうあと何日かで中国はデジタル人民元、これまでテストを繰り返してきて、北京オリンピックに向けてグランドリリースですからね。一般からの意見公募や討論会を実施する方針って遅すぎるでしょ。これから一般からの意見募集するって何年かかってんのよ。やばいよね。だからそれ考えると中国の近平はすごいですね。やっぱ先読みして本当にアメリカとかヨーロッパが困ることをどんどん仕掛けてきてるもんね。それが彼らのカードになるわけですよ。